こんにちは、山本太郎さん、そして令和新選組の動画をお待ちの皆様、今日もね動画の更新をさせていただきますけども、今回は山本太郎さんの動画の切り取りはちょっとないんですよ。私が一人でダラダラ喋るだけなんですけども、例の懲罰動議があった後に実際の懲罰はなくなったということで、そのね理由が本人が反省してるようだからっていうことだったですよね。いや確かにね、まあ偶然にしても偶発的にしても誰かに迷惑をかけたんだったらそれは謝る、ね、用意はあるよということで山本太郎さん繰り返し言われてましたんで、そういった意味では反省はあるのかなと思いますけども、実際に非常に苦しい言い訳ですよね。で反省して許されるんだったら今までの懲罰動議は何だったんだろうかと、ガーシー議員にしてもそうだし櫛渕真理さんにしてもそうだし、反省はそれはね 0% ってことはないんですよ。反省は誰でもします。ああしまった、やりすぎちゃったかなと。例えば櫛渕真理さんは預かった大切な、国民の皆様から預かった大切な議席を10日間そのね実行力を損なうことになって、その点は申し訳ないっていうふうに言ってくれたわけですよね。非常に謙虚で優れた姿勢だと思います。でもねやっぱり10日間の資格執行を受けてでもやらなければならない時がある。つまりは怪我をしようとも前に進まなければならない時があるわけですよね。しかも今までの国会の習慣とか慣習に従っていればペーパーを上げることなんて別にね懲罰動議にかかったような前例がないわけですから、そのぐらいはできるだろうと思った範囲だったんですよね。でもなんか後付けでね、あの昭和の時代のそういうのはもう今通用しないんだ、時代が変わったんだみたいなむちゃくちゃ曖昧な論拠で罰せられるわけじゃないですか。その時代が変わったっていつから何月何日何秒から変わったんですかみたいなね、小学生みたいなこと言わなくてはいけなくなりますよね。それから今回の山本太郎さんの懲罰動議なんですけども、そもそも暴力なんてなかったわけですよね。あのほとんどの人があの現場をね見ずに、単なる誰かの切り抜きとか切り取りとかプロパガンダで山本太郎が暴力を振るったみたいなタイトルに踊らされてね、まさにこれは音喜多駿さんみたいなねせこい YouTube 活動してる人のせいであれがねなんか傷害罪だとかね暴力なんだとか言いますけども、あれが暴力ですかいな。ね、少なくとも暴力ってのは意図的に人にダメージを与える目的で殴ったり蹴ったりすることじゃないですか。だってたまたま人の足を踏みました、暴力ですか。たまたま自分のうわ頑張るかって振り上げた手が誰かに当たりました、暴力ですか。で飛びかかって上からねなんかダイブしたことが暴力っていうんだったら、今までのあれは何だったんですかと。山本太郎さんがダイブするの史上初ですか。散々パラあったわけでしょ。でよく今回の件と比較切り取りされてるね、あの例の、何でしたっけ、あのなんとかひろゆきさんね、忘れましたけども、立憲民主党の小西洋之さんか、小西洋之さんのこととかヒゲの隊長のパンチとかね、あの暴力以外の何者でもないじゃないですか、あれがね。だからあれが暴力じゃないっていうふうに見過ごされていたんだとしたらね、山本太郎さんの行動ってのも全然その前例に習っただけであって暴力というふうには切り取れないんじゃないかなと。つまり令和新選組をここぞとばかりに貶めたい人の敵意なのか、それともアクセスを稼ぎたいあまりにオーバーに表現したせこい人のやり方なのかってことがここで浮き彫りになったってことじゃないですかね。まあ仮にあれがね暴力っていうふうに言われるんだとしたら、私たちはもうねすでに要元気って人の肩も叩けなくなっちゃうってことですよね。それから私思うんですけども、人に肉体的なダメージを与えることだけが暴力かっていうとそんなことはないですよね。いわゆるパワハラとかなんとかハラって言って言葉や態度の暴力ってあるわけじゃないですか。実際に肉体を痛くなくても精神的に再起不能に追い込むことってできるわけでしょ、だからそう考えた時になんかね従来の暴力っていう概念は随分陳腐になってきて、もっと今はね強力な権力の暴力とかね、お金をむしり取るみたいな税金の暴力とかね様々あるわけですよ。その中で入管法に関してはいろいろあるんですよ。結局犯罪を犯した人をやすやすと日本に滞在させるところにやっぱりね黙ってられなかった法改正っていうこともありますけども、実際にねでもそうは言っても犯罪者の人を守るわけではないですけども、日本に来てねやり直そうとしてる人に対して追い返してしまったら過酷な刑が待っていることを承知の上で入場を拒否するっていうのは、これは果たして人権国家なのかなと思っちゃいますよ。難民として受け入れるっていう方向はもうちょっとないのかなと思いますし、そもそも入管法の根っこっていうのは嘘の証言で塗り固められたものに対して入管法が新しく出来上がったってことですから、それはもう一回考え直そうよってことですよね。そういう意味であそこで法案を通すべきではなかったと私は思いますよ。やっぱりもう一回やり直しましょうよってことなんですよ。少なくともあの場でもうね
もうものすごく混乱したわけじゃないですか。それで議長もうこれは休憩にしましょうって言った時に、せめて休憩を15分設けてもよかったと思いますよ。それすらなかったから強行採決になるわけですよ。しかもね、山本太郎さんがその採決で止めようとしてダイブしたってのも間違いで、採決が終わった後ですからね、あれはね。採決が終わった後に山本太郎さんが、議長すいませんけども終わった後なんだけど私の話聞いてもらえますかっていう風に平和的に近づいたかもしれないのに、意味も分からずにバリゲード築いて、山本太郎だこれ押し返せ押し返せみたいな感じで完全に暴力を山本太郎さんに向かって振るったわけですよね。敵意むき出しですよ。中にはニヤついた人もいましたけども、腹が立つけども。で、山本太郎さんは悲痛な叫び、皆さんのことは大好きなんですよと、皆さんのことは大好きなんだけども、みんなでこういう法案を通しちゃうのはないじゃないですかって意味を込めてね、まさに誰の命を守ろうとしたんですかね、保身ですかね。そうじゃないですよね。ミジサーズのよくわからないけども外国から日本に助けを求めてくれた人に対して日本を代表する国会議員として踏みとどまってくれた、そういう姿勢だったんじゃないかなと思います。なのにあれが懲罰動議にね値するとかね、暴力を振るったって非常に単純な理論だと思いますよ。で、あるね、YouTube に私ね、あの程度が暴力なんだったら弱っちいよねって書いたら、反論があったわけですよ。こういうこと言う人に限って自分がなんかね被害を受けた時には被害者面すんだよねみたいなね、そんなこと言いますけども、私の場合暴力食らったら私やり返しますからね私暴力は結構得意ですからねまあこういうこと言ったらまた YouTube に制限食らうかもしれませんけども、まあ今はね格闘技に絞ってリングの上でしかやりませんけども、でもやっぱりね、もともと私もねちょっと、ね、分別のない人間でしたからね、殴られたら基本的には殴り返しますんで、私はね、暴力受けたら暴力やり返します。ただし偶然たまたま手が当たったとかね、自動車を運転していて過失で車をガーンとやられた時にはお互い大丈夫ですか、穏便に済ませよそうっていう、なんか被害者でもそういう気持ちは持ってますよ。被害者ずらしてね傘にかかっていくってことは私はないですね。ただし敵意を持って私のことを傷つける目的、私の大切な人や家族や物を傷つける目的で悪意を持って近づいてきた人間には全力で戦います。その時には私は懲役も恐れないって覚悟がありますよね。そのぐらいやって命を懸けて何かを守るってことだと私は思ってるんですよ。で、今回山本太郎さんは自分の身を危うくしてでも見ず知らずの他人、もしかしたら犯罪逃れの人が混じってるかもしれない、そういった外国人の難民申請してくれてる人のために体を張ったって意味では、そういう人がね一人ぐらいいないと、もう国会っていうのはまさにその権威や秩序を守られないんじゃないかなと思います。で、あと権威と秩序ですけども、権威と秩序って何ですかね。それほど国会って大したもんなんですか。ふざけた法案ばっかり通して国民を苦しめるだけして、それが秩序でそれが権威なのかと思ったら鼻くそですよ。はい、じゃあ今回は以上でございます。いってらっしゃい。